さあそういうわけでございましてついに小川修道が帰ってきたぞ。先週はね小川修道帰ってきたんだけどね、それを無視してね平気でね普通にね取っちゃったんだよね。そうそう、散々悪口言われて修道って言ってさ取ったら、ああん時帰ってきた、あ、そうか、帰ってくる日だった。そうか、そうか。というわけでこれはラジオマンジャックでございました。ラジオマンジャックだ、やったー。ラジオマンジャックだよ。やったー、いくら体を崩してもいい。でもランドリーって実際どうよって話なんだけど、そこにさ、またそっち戻るじゃん。戻りません、はい、戻ってるかどっか言ってもやらないから。いやでもハウスエンボスね、お疲れ様です。もうこっちも頑張ってね、こっち言いたいこと言おうかと思ってね、はい、ヤマさんの味噌汁事件、あれは困った時か、いろいろあるんですよ。なんかアイスが落ちた事件、あ、アイスが落ちたね、山田が容疑者に上がったの実は見えちゃったってね。まあそんなわけでね、山田のテーブルの上はすごい形で幾何学模様でいっぱいですので、すごい行ってみたいと思いますよ。いいですか。それでは何だっけこれ、ラジオマンジャック、ラジオマンジャック、これ何だっけだよ俺も。ダメ、もう本当にね、ちょっとラジオマンジャックいろんな人聞いてんですよ、やばいよこの変な話ね。うちのお袋とかさ、ナインちゃんも聞いてるし、すごい。キャラメルマシーンはね、なんかしないけどね、魔法信じる会をね、いつも聞いてるからリンク切れてるとね、怒ってね、メール来るんだよね、まあ、そんな形ですよ。シュート君、今日せっかくこのラジオマンジャックは土曜日ですから、はい、ね、そしてシュート帰ってきてからね、あれですから、なんかちょっとシュート君、1週間経ちましたけど、何ですかその振りは、何ですかその振りは、1週間経ちましたけどっていう、まあそれ、僕最近思ったんですけど、なんか知らないですけど、山田が僕らになんか話しかけてくるときって、なんか言葉が7割ぐらい足らないんですよ。なんかね、パズルやるときってやっぱり9割ぐらいピースがないと10割目ってわからないじゃないですか。3割ぐらいで、今度のお金を下ろすときのお金が、2ドルぐらいでしたっけって言われて、なんだか意味わかります。いや、いつでもいいんですけど、いつでもいいんですけど意味わかります。毎日いつでもいいんですけど言われるんだよね俺ね。なんだっけこの前俺に聞かれたの、なんか何々をなんかいいんですけど、どうしたらいいですか、銀行のカードがちょっとなんか、銀行のカードがなんかの表紙に、ATM、要するにキャッシュディスペンサーで通らなくなっちゃったと、それをどうにかしてほしいから、カスタマーサービスにかけたいんだけど、自分の英語力が不十分だから、小川さん、なんとか協力してもらってかけてもらうことできませんかねってことを言いたかったのに、小川さん、カードがですね、銀行の ATM でちょっとですね、電話が、カスタマーサービスが、カスタマーサービス言葉出てこなくて、今、僕、結構言ってる方です、今、言っちゃってる方です、今、言ってる方ですから、今のはね、結構ね、ヒントが多い方ですよ。だから今4割ぐらい言ってますから。そういう。日本は下手すぎる。山さん以外もそう。みっちゃんもさ、例えば分かんない。まいっか。まいっか。みっちゃんのまいっか。みっちゃんのまいっかは癒される。癒される。彼成長したその証だから。まいっかでも受け入れるっていう体制が。最近だから言葉本感がすごいんだよ。普通に突っ込んでくるなったんだよ。本感が突っ込んでくる。ミッキーの真似もよくしてくれる。よくはしない。一回やったらもう言えないじゃん。タイムラグって。でもあれですね。山さん僕に話しかけるとき、おい三上あれどうなってるって僕分かりますからね。まあほぼ超能力。あれは超能力。ほぼ。一心伝心だよね。いやでもね、よく考えるとね、正しい日本語を喋れる人って言葉数少ないけど、あっちゃんしかいねえんじゃないかなみたいな。あっちゃん、そうだ、確かにあっちゃん、あっちゃんすごい、すごいですね、やばい。しかも一の日本語使い。いやでもね、ちょっとすごく思ったのはね、でもこれ真面目な話しちゃうんだけど、あっちゃんがシュートに似てるって言うじゃん、後ろ姿とか、それって日本では有名じゃん、アメリカ通用しねえんだよ。やっぱり違うんだね。あれでもなんかこの前なんか誰だっけ、なんか大城さんがなんか、あ、そうだ、ここに来てから言われたの、3人にこのマンションの中で間違われる。だからそっち系だよな、3人オベーションのそれだけで。山田の方がキャッスルでは間違いない。だって何人に言ってさ、この角度って、ああなるほどねって言って、それ以外はピンとこない。山田俺の ID だって先変えたもん、昔二十歳の時ね、まだね、変えたよね。そう、でもあっちゃんはね、でも誰だっけ、そうだ、僕が下で、下の僕の何でしたっけ、カジノテーブルの横でちょっとね、朝方ね、くたっと倒れてたんですよ、僕ちょっとパソコンいじってて、で、部屋入っちゃうと寝ちゃうからパソコンいじって横になってたんですけど、たまたま、そしたらなんか本館が通り過ぎて、ああ、あっちゃんかと思いましたとかって。日本人にはそうだね。そうか。でもあっちゃんってさ、絶対まだかすかに出てくる、ワオキスネザルのさ、中間管理職によく似てる。中間管理職。すごい似てるでしょ。あれやばいよ、本当あの似方。いいよね、でも可愛いキャラだからね。まあキャラ、可愛いの、一番ちっちゃな可愛いんだけど、あれにも似てるんだけど、真ん中の似すぎてるよね。そうだね。あれやばい、本当。
何が言いたいんだ俺は、まだあと5分ある。ああ、シュート君、シュート君、あのこれからキャスト行かなきゃいけないだろうけどね、はい、とにかく、まあ、それ大事なことなんだけど、はい、お金渡しててあの全部生産したから、あ、はい、すげえ業務連絡、はい、パーティーの中で、パーティーのあなた、うん、ということで、はい、ラジオを撮ってる最中に業務連絡しちゃったよ。韓国語混ざっていいですか？韓国バカなって言うんじゃないか。なんだあのもう何でも持ってよ、どうしたのそれ。いや、どうしたんですか。僕そうそう、ウンゲル訪ねて3000人の時にあの交換して3万円ぐらい買えたんですよ。3万円ぐらい買えるじゃないですか。それ上がってるよ今だから。ゼロが3万円ぐらい上がって、3万円ぐらい買えて、で向こう行って使ったお金が約1000円、まあ、それで空港からあの別の空港まで行ったんですよ、あのウンゲルが来れる場所まで。それが大体あのバス代が、5000ウォン約700、800円ぐらいです。そうだね、で、着くじゃないですか。そしたらウンギョルと会って、っつってご飯食べて、ウンギョルがゴチしてくれて、うん、いいよってたけど、ゴチしてくれた上に帰りのバス代も払ってくれる。あら、1000円ぐらいしか使ってないです。ところが、空港でやっぱりいろいろかかるもんで、うん、やっぱりまあ、必要だった。結局まあ、必要だったんですけども、とりあえずほら、まあ、いいじゃない。なんかゼロがいっぱいの、今あれだよ、ね、あの、ウォンは、ウォンはさ、700円じゃないよ。いくらですか？ウォンさ、1000円だよ。マジですか？うん、ちょっと、だからあのウォン高円安になってるから、ちょっとこれ取っとこうかな。もうちょっと上がるよ。いやだからね、でもすげえ為替に詳しいラジオ番組だ。でも1000ウォンとかそういうウォンじゃなくて、僕が一番お金かかったのはやっぱりね、うん、あの長崎から福岡までの移動、あ、そうかそうか、お金かかって、それ往復だけでもやっぱり、まあ、1万円弱まではいかないですけど、うん、ちょっとかかるじゃないですか、まあね、それでさらに何かに普通の特急でしょ、単なる普通の特急。あ、今回はね、だから結局あの、まあ、片道はね、あの車で、うん、あの送ってもらって、それでガス代だけ出してあげて、食事ごちそうしてあげて、うん、で、高くしてね、まあ、そっちの方が安いですね、はい、やっぱり電車は結構ね、いい値段するので、うん、だからね、日本の移動手段とアメリカの韓国の移動手段、値段こんな違うのかなって。しかし3万円それだけ買って、アンドリューはどうなのよ。アンドリューは最初の2週間日本の現金を下ろしてなかったですからね。みんな人から借りてる。でクレジットカードだけで生活しようとしてて、でなんか知らないけど、向こうの担当者があのアンドリュー連れて、じゃあ100円ショップ行って買うとかね、あのマーケット行って買うとか。マーケットはクレジットカード使えるんですけど、100円ショップ使えないじゃないですか、クレジットカードなんか。あー、使えない、使えないですね。でもうアンドリューは分かってるはずなのに、普通に100円ショップで2000円とか3000円ぐらい買い物するじゃないですか、うん、で買い物した時にあのカード使えないのっつったら、市川はちょっと貸してくれないっつって、で市川さんいつ貸してくれるのかなって貸したらば、結局イベントの途中ぐらいまで、つまり3週間、4週間経つまで返してくれなかったんですよ。だから、できれば返さないで済まそうと思ってる、ね、そうですね、もう全く思って、できれば返さないで済まそうと思ってる。うん、ダメだ。最速下げ句ですか？え、ちょっと、ダニー最速下げ句、だから最初2週間経っても返してくれない。だから、いわゆるダニーコールがいなかったら返さない、うん、そう、ダニーが教育係だから。そう、教育係だから、だからで、ダニーと僕が結託して、前もちょっと話したことありましたけど、とりあえずお金を下ろす場所がないんだよみたいなこと言ってるから。だから、俺ちょっと攻めれんべんけど、アンデルも一緒に行けばなんてこと僕が言ったらば、ダニーが、あ、いいじゃないそれって話をして、いやー、なんでダニー、それで僕、ただの胸毛じゃないよ。で、市川さんに車出してもらって、で、みんなで2人で行って、で、アンデルが下ろすのを、やっぱ100ドルぐらいにしようかな、1万ぐらいにしようかなぐらい言ってたから、いや、1回1回下ろすと、多分3ドルとか2ドルとかトランザクションフィーがこっちでかかる上に、向こうの銀行側でもやっぱり3ドルか4ドルかかるはずだから、これは絶対にね、多めに落ちちゃう。だって何週間もいるんでしょ、2ヶ月ぐらいいるんでしょって言ったら、あ、そうだねって、500ドル落として珍しいやん、5万円、5万円下ろしてすごい。5万円下ろした瞬間、みんなピアニアのようにお金回収してる。食いついてきましたよね、アンジェルお金下ろしたんだってみたいなね、本当に。いやー、ざまになんときだよ、ほんとに。いやー、おかしい。そういう話がありましたけど、いや、もうこれからダニーコールですよ、ね、教育係、教育係。まあ、とにかく有名な話で、あいつはね、みんなで一緒にラーメン食いに行っても、寿司食いに行ってもそうなんだけど、お会計になるとトイレに行く。そうそうそう、本当にいなくなる。みんなが待ってて、アンドリュー帰ってきて、まだお会計するんだって、もう一回トイレ行くんだよ。そう、二度出ましちゃう。すごいね。トイレで二度ってないでしょ。すごいよ、本当に。なんだかわからないけど。すごいね。でもね、面白かったですよ、ハズさんの。まあ、そういうわけでね、シュート君またね、これからね、キャッスル行くんですけど、はい、ね、今のキャッスルはね、ジョン君が出てんだよね。ジョン君出てます。はい、もう大変ですよ、もう本当。あと、今日は桂君来てるから。うん、あ、カッツラガー君、カッツラガー、ね、チョワチョワ、もうかわいそうだからチワやなって言っちゃうとね、カッツラガーにしようか、カツラッピー、カツラッピーはまあね、かわいらしいね、うん、なんでみんなあだ名コンテストしてるのかな、なんでみんなピーつけりゃいいってもんじゃないんだよね、うん、いやー、すごいですよ、本当。まあ、というわけで、うん、ね、だんだんにぎやかなります、今週、来週あたりみんなでラジオマンジャックかもしれない、いや、全員いるかもしれないね、やばいよ、ケンちゃんとラジオマンジャックとかさ、本当、ね、ケンちゃん、アズちゃん、ラジオマンジャックとか、いいね、やばいよ、本当に、何があるか、うんうん、まあ、そんなわけでございまして、じゃあ、お金を集金します、はい、はい、じゃあ、君も、僕らでラジオ金やるから、終わってないよ、終わってないよ、すぐもう、集金ジャック分かんないけど、じゃあ、そこで、つまり山田、日本語足らんということで、まあ、よく分かりませんが、まあ、ということで、これ取ろうかな、はい。
はい、はい、ということでございまして十分になりましたので、はい、また来週今度は賑やかに行きたいと思いますので、修道くんどうもありがとうございます。ということでお帰りなさい。じゃあ集金パン、さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。